現在のコロナウイルス感染症の状況ですが、新規感染者数が急増しております。4月8日時点における療養者数は1033人、直近1週間あたりの新規感染者数は759人となるなど、県の警戒レベル判断指標には、すでにもう第4段階をずっと示しているという、そういう数値もあります。人口10万人あたりの新規感染者数についても、48.8 人となり、大阪府の 50.2 人に次いで、ワースト2位の状況、病床占有率も 96.3%、一番気になるのは変異株ですね。変異株についても、これまで37例報告されておりますが、今週は一番新しい報告によると、まだ分母の数は確定していません。80前後だと聞いておりますが、しかし、80前後の分母から今週20件の変異株が見つかったということが報告されています。これは N501Y 型で、英国型というように言われております。ですから、この状況を我々非常に先日から100人以上の感染者数、これは、3月31日111人を数えてから、以降、93、103、117、96、50、98、155、140と、ずっとその感染者数の拡大に歯止めがかかっていないという状況については、さらなる措置を講ずる必要があるのではないかと、ずっと検討を続けてまいりました。で、今般、一昨日ですね、この、感染者数の数字155人という数字は、私感染症専門医の高山先生に、この数字は突発的な数字ですか、それとも今後この状況が続くと思われますかということを電話で確認をいたしました。そうしましたところ、やはり高山先生からは、時短の効果については、まだ今の段階では判断できないけれども、しかしその時短の効果よりも、感染拡大が急増しているということは非常に、懸念を持っているというお話でした。さらには、その変異株が置き換わっていくと、その感染力が、やはりもう強くなっていくので、その感染力が強いがゆえに、今度は、子どもたちまでその感染が広がっていってしまう。で、これまでは20代、30代の若者から家庭内、職場に持ち込まれ、次第に少年層や老人層、高齢者層に変異をしていったということがこれまでの経緯でも分かっているので、早期にこの状態を食い止めることが必要ではないかと、個人的にはそう考えていますというお話でした。ですから、そういう状況もあり、私から西村大臣に対しては、数字にわたって電話をさせていただき、昨日、県としてもいろいろこのまん延防止についての方向性について、午前中、部局との話し合いをしながら、午後、西村大臣に対して、まん延防止重点措置について相談をさせていただきました。で、西村大臣からは、日程間からすると、我々は4月12日のコロナ対策本部会議で決定をして、その感染防止の重点措置について国に要請をしたいというふうに考えておりましたが、そうすると、12日以降の国会を含めた向こう側のスケジュールがなかなか確定しにくい、つまり見えないということもあり、であれば、いつのタイミングだろうかと考えたら、西村大臣からは、国と同様に専門家会議の皆さんの意見を参考にしていただいて、早期にご決定されたはどうかということがありましたので、そのような感染の状況と、この日程的な状況もあり、これはもうやはり一日も早い方がいいだろうというように判断をしたということであります。なお、詳細については、明日2日前倒しでコロナ対策対策本部会議を開いて、今日行われます感染科専門会議の意見などを踏まえて検討していきたいというように思います。市は当時、その離檀の強化っていうのを念頭に挙げられてたと思うんですけども、やっぱそれでは乗り切れないというふうにご判断されたのか、あるいは今回、期間がですねゴールデンウィークの5月5日までということで、そこで経済が回復ということの見通しもあったと思うんですけども、かなり県内経済の影響は大きいということも十分ご判断した上でのご判断だったということですね。はい、これまで当然県内経済を少しでも回していきながら感染防止対策を取りたいということで、あらゆる対応について想定をしながら取り組んでまいりました。しかし、連日100人を超える新規感染者数が出ることですとか、それが、専門家の予想を上回る急拡大になっているということと、それから先ほど申し上げましたけれども、病床専用率の上昇、変異株の脅威などがありました。だからもうこの局面を乗り越えるためには、その県の警戒段階の引き上げを含めたまん延防止措置、重点措置の実施もやむなしというように判断した次第です。この状況をとにかく食い止めるということについては、最初は私は徐々に締めていこうというように考えていたんですが、しかしこれだけもう急拡大していたら、その徐々に締めても追いつかないという状況がもう判断されるということになり、そのように行った次第です。経済の影響、当然経済の影響もこのゴールデンウィーク期間中の往来に関しては非常に大きな影響があるだろうと思います。今のところまだ、その往来の自粛についてどうするかというのは、明日の対策本部会議で決定をしたいということで、さまざまな意見を伺いながら検討している段階であります。それでは他にご質問ございますでしょうか。新保さん、お願いします。これまで慎重な判断を続けていらっしゃるということと、カードとしては、どんどん県民の行動を強く呼びかけていくためのカードとしては、まん延防止措置と、あと緊急事態宣言、これまでも出した全国での緊急事態宣言もあったと思います。その上で、今回、まん延防止措置の方を選択された最大の理由についてお聞きください。では、緊急事態宣言とまん延防止についての違いを総括の方から説明をお願いします。はい、総括情報の方でございます。1月にもかけさせていただきました県独自の緊急事態宣言、というものがありますけれども、今国の方では、そのまん延防止等の重点措置に関する、飲食店等への支援等についてですね、これまでの協力に少し幅を持たせて上乗せするような形というようなことも、ございます。で、そういう国の制度の方が対策の協力が得られやすいというふうな判断もありましたし、また緊急事態宣言というと、やはりかなりさらにダメージが大きいというようなこともありますので、そういうふうなことを勘案して、国とも調整しながら今このような対策を取っているというような状況でございます。他にございます。共同通信さん、お願いします。共同通信の担当です。ちょっと事実関係で確認なんですけれども、まず最初に西村大臣からおとといに打診があったのかという点と、政府には今日適用を要請するのかという点を教えていただけますか。西村大臣には私から電話をさせていただきました。それから要請については明日の対策本部会議で詳細を決定しているうちということになります。政府はには決定するという話もあるんです。今日の夕方には決定するという話もあるんですけれども、県としてはそれぞれに政府に連絡するというわけではないんです。西村大臣には私ども沖縄県としてもまん延防止重点措置を取っていきたいということを伝えておりますので、ですからその政府が決定する期日は今日ですけれども、我々が正式に決めるのは明日ということになります。今回要請という形を取るのも明日ということですかね。はい、私たちの、考えはもうすり合わせておりますので、大臣と沖縄県の考えは、あとはその、決定するまでに慎重に意見を伺って、それの上で詳細を、決めて、対策本部会議で正式に決定をしたいということを申し入れております。西村大臣に対しては、知事の方から適用するようにというお願いをしたのが一番最初だったという。相談をして、お互いがお話をして、で日程、先ほどもお話をしましたけれども、お互いの日程がかみ合わない、しかも、その日程が遅れると、いつ開催されるかわからない、そういうさまざまな状況から、勘案して、私が判断したものです。あと言ってんですけれども、県に適用された場合でですね、今20市町村に出している下印税ですとか、その辺を前提に広げるですとか、そういう影響というのはどういうふうに考えますか。はい、それについては明日の対策本部会議で詳細を決定していきたいと思います。よろしいでしょうか。他にご質問ございますか。読売新聞さんお願いします。読売新聞です。はい。で今回のまん延防止等重点措置は来月の5日までということになって、1日、2日に予定されている聖火リレーにもかかってくると思うんですけど、観光地の聖火リレーの実施について、どういうような議論、検討がされているのかというと、もしされていないのであれば、現時点で知事はどのようなお考えなのかという、はい、5月1日、2日に予定している聖火リレーの実施についてですが、その形態等も含めて、各県の実施状況ですとか、実施予定市町村の意向も確認しながら、現在、検討しております。例えば大阪府が検討されているような、一般客が入れない形での実施ですとか、リレーはしませんけれども、セレモニーだけ行うのかとかですね、そういうことについても、今、部局の方で情報収集させていただいておりますし、県内14市町村において実施予定ですから、各市町村の意向についても、意見を賜っておきたいということで、今、その調整を進めています。いいでしょうか。他にございますか。奥の方も。宮古毎日さん、お願いします。宮古毎日新聞西田と申します。よろしくお願いします。重点措置のですね、対象地域ということを伺いたいんですが、一部報道でも宮古とそれから宮古島市と石垣市の検討に入っていないということもあるんです。その理由についてはこのまん延防止重点措置については、できるだけ地域を限定してというふうな形で、決められておりますし、そのいわゆるまん延を防止するという観点からすると、発生件数、現状がどうなっているのかということもしっかりとエビデンスとして持っておかなくてはいけないということがあります。現在のところ、宮古、石垣については、少し発生はしているものの、それが拡大するという傾向には見られないということもありますので、そこについては、そのような数値をもとに対策本部で判断をしていきたいと、どういうふうな措置にするかについて判断していきたいというように考えています。でその数値をもとにという基準というのは、宮古島市、もしくは石垣市、それぞれの数値目標を設定されて、判断されていくということです。そうです。そういうことです。はい。ありがとうございます。他にございますか。すみません、沖縄タイムズの下池です。はい。国立感染症研究所が沖縄で、変異以外で国内初となる全国由来の変異株を見つかったというふうに発表しているんですけれども、次にそれについての受け止めをお願いしたいというのと、すみません、概要をもう少し、3月下旬に見つかったということなんですけど、概略がもしは分かれば欲しいです。細かい点が後のブリーフィングで聞いていただければと思いますけれども、よろしいですか。じゃあ、受け止めをお願いできます。どのような変異株であってもですね、我々はやはりこの変異株の拡大を食い止めなければならないというのが一番の、なんていうんでしょう、眼目といいますか、取るべき措置だろうというように思います。そのためにこのまん延防止重点措置についても、変異株の拡大を防ぐという観点からも検討してきたものですから、引き続いて、どのような、対策が取れるのかについても、対策本部会議で議論をしてまいりたいと思います。米国由来ということなんですけれども、米軍との関係も可能性の一つとしてあるのかまだ分かりませんが、米軍に対して何か変異株の検査の方で協力を求めるとか、そういった具体的な連携とかは考えていらっしゃいますでしょうか。私のところでは、米軍由来の何かその変異株が発生しているという状況は報告されておりません。まあ、そのようなかかる状況になるとすれば、当然、米軍に対しては、変異株の検査などもしっかり行っていくよう求めてまいりたいというように考えています。よろしいでしょうか。琉球放送。はい。先ほど聖火リレーの質問に関連してあるんですけれども、丸川大臣の方から適用が含まれているまん延防止措置の適用が含まれているんですけれども、聖火リレー実施は対決としてほしいというご発言もあったようなんですが、それについて知事のご答弁をお聞きしたい。県としてはその聖火リレーをどのような形態で行うのか、あるいは行わないのかということも、市町村の意見も参考にしながら、部局で、その意見も調整をし、対策本部会議で、決定をしていきたいというように考えています。まあ、4月8日時点で、県内では約200名のランナーの方々を予定しておりますので、そのランナーの方々にもし行えるとすれば、安全安心なイベントとして実施していけるか否か、実施していくための方策をどうするのかということも、細かく部局からの報告を受けたいと思っておりますので、現在、その調整中ということです。明日の対策本部会議で判断をしていきたいと思います。